ね、ビータの画面という、まあ、画像ということなんですけれども、まあ、これは今ちょっとあの HD の方に出力して出していますので、まあ、ちょっとやっぱりね、粗いところもちょっと目立ってはいるんですけれども、まあ、当然ビータのね、あのサイズの画面で見るときにはね、非常に気にならないと言いますか、少なくともアトリエシリーズの、まあ、プラスですね、展開していますプラスシリーズと遜色ないグラフィックで今見ていただけるようにはなっています。ですね、まあ、プラスシリーズ、これまでのプラスシリーズですとやはりちょっと背景の方もだいぶ削減しないといけなかった部分もあったんですけれども、今回のソフィーについてはですね、まあ、背景の方もほとんどそのまま動くような形での実装を実際に実現していますので、まあ、それでいて、まあ、重さだったり負荷というものも、まあ、ほとんど遜色ない内容になっているということで、まあ、より快適に、まあ、実際の PS3 だったりの再現度をかなり、まあ、忠実に高めているという内容で移植の方もできていると思います。またね、クロスセーブの方も対応していますので、まあ、ちょっとなかなかそんなにいないとは思うんですけれど、 PS4 で、まあ、家ではじっくりと遊んで、それでまあ、まあ、学校に行く途中や出勤の途中だったりで、まあ、出先では PS ビータの方にセーブデータを移して、楽しんでいただくと、まあ、そういった遊び方もできるので、本当にもしよろしければそういったちょっと遊び方も検討してもらえるとありがたいです。次のターンでちょっと早送りでお見せしたいと思います。早送り状態にしました。道具で攻撃するよ。まあ、早送り状態ですと、さすがに、まあ、遜色なくというか、サクサクと動いているような状態ですね。思い切り振ります。